平野の仕様インスタ投稿が社会福祉に貢献世界を救う一人24時間テレビ状態に、平野の仕様のインスタグラム投稿が予想もしなかった形で社会福祉に貢献するきっかけとなりました。彼がカフェでレモネードを飲んでいる写真を投稿したことで、彼のファンたちにレモネード欲が刺激され、多くの人々がレモネードを購入することとなりました。 特に、みんなのレモネードがファミリーマートで8月1日に発売されると、売れ行きが好調でした。この商品は、小児がん啓発を行う団体、一般社団法人みんなのレモネードの会とコラボしており、売り上げの一部が小児がん患者の子どもたちを支援する団体に寄付される仕組みになっているのです。 平野紫耀のファンたちが自然と彼のインスタ投稿に共感し、レモネードを購入する行動が小児がん患者の子供たちへの支援として形になったのです。みんなのレモネードの会は平野紫耀のファンたちが購入やシェアを通じて応援の意思を示してくれたことに喜びを示しています。彼らの支援がさらなる支援の輪を広げるきっかけとなり、 非常に嬉しい限りだと伝えています。平野市用のインスタ投稿が彼自身が予想もしなかった形で社会福祉に多大なる貢献をしていることになります。これはまさに一人24時間テレビ状態とも言える活躍です。彼のファンたちと一緒になって行動することで小さな力が大きな結果を生み出しているのです。このような活動は 本家の24時間テレビよりもギャラがない分、より純粋な形で社会に貢献しているように感じられます。平野の仕様の一つの投稿が多くの人々の心を動かし、支援の輪を広げていく素敵な現象となっています。芸能関係者たちも彼の行動に感心しています。 彼が個人としてこれほどの影響を及ぼすことに彼の人間性とファンの熱狂的な支持を改めて実感していることでしょう。社会福祉に貢献するためには大きな組織やテレビ番組に所属する必要はない。個人の力と人々の結集が大きな力になることを平野市用の行動から学ぶことができます。 彼のような芸能人が自分の影響力を社会貢献に活かすことで多くの人々に勇気や希望を与えることができるのです。これからも平野仕様のような活躍が社会福祉に貢献するための新しい形を提案してくれることを期待しましょう。彼の一つのインスタ投稿が社会を変える大きな力になるかもしれません。 ファンの支援とともに、さらなる成長と活躍を願っています。